里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、前回も理不尽なね指示っていうのが、うん、ベンチから高めも振るな低めも振るなみたいなのがあって、はい、プロ野球界もそうだって会社と変わらないっていう人コメント欄結構あって、はい、で今日はですね、うん、このワードを言われたらもうやばいよっていう極限のワードですか、はい、答えないの、はい、答えないけど、うん、遂行しなきゃいけない、うん、このワードが出たらもうやばいよってこれはね、はい、多分皆さんも言われたことある、うん、会社の人たちも、はい、その中で、うん、まず一つ目、はい、うまくやっといてな。おー、俺キャッチャーじゃん、はい、佐藤カーブうまく使ってとか、うん、ストレートうまく使って、はい、インコースうまく使ってとか、うん、新人とか若いやつ佐藤うまくリードしてやってなって、はい、うまくってないやんいい感じにみたいなでもよ、はい、これの一番怖いところは、はい、じゃあ打たれたりするじゃん、うん、うまくできてないって言われるからねうわーそうでしょうねもうそこの判断ですよね。しかもよ、はい、いや俺はうまく使えって言ったのに全然うまく使えてないとか。確かにうまくって何みたいな感じですね。地獄よ、うん、うまくやったってカーブ、はい、カーブうまく使えって言ったろって言われる、はい、そんな怒られても。いやこれが言われるから怖いんだよ、はい、多分会社でもあるのよ、うん、あとここうまくやっといてなみたいな、はい、やりますね、うんうん、でも、うん、うまくの結果は、はい、いいしかはい、うまくできてないことになっちゃうから。そうですね、怖いのよ、うん、だってちょっとでも失敗したらうまく俺は言ったのにうまくやってないって言われたら、はい、全責任こっち、はい、しかも何の指示も受けてないのに。そうですね、うまくって言われただけ。でもそもそももともとうまくやろうと思ってるわけですよねもうそんな言われなくても分かってるよっていう。下手にやろうなんて思ってる人いないですもんね、うんうん、だそれだったらよ、はい、俺はもっと言ってほしいの、うん、最近カーブうまく使えてないから、うん、カウント取りでカーブを多めに使って、うん、攻めてやってなとか、はい、カウント取りでカーブをうまく使ってリードしてやってるのだったら分かるんだよ、うん、あそしたらカウント取りでカーブ行こうかなと、はい、でもし制球できなかったらいやカウント取りでカーブ行こうと思いましたけどちょっとストライク取れないんできついんで変えますねとか、うん、勝負球でカーブ行きましたけど、うん、なんか相手がうまく対応してくるのとちょっと投げ切れてないんでやめますねって言いやすいじゃん、うんはい、でもそんな前置きなしようまくってそうですね結果出なかったら言われるのうまくやれって言ったのにやってないって。えでも責任転嫁ですよね。もう責任転嫁もう丸投げみたいな。そうそうそう、うんうん、普通はよ、はい、お任せプランっていうのは、はい、文句言っちゃダメなのよ。そうです、もう好きにやっていいぞっていうことですよね、うん、そう女の人もよくあるよねお任せで文句言うの。えどういうことですか。ないです。 何食べたいって言った時に、はい、何でもいいって言われてじゃあ中華行こうかって言ったら、はい、中華はちょっとってじゃあ何でもよくないじゃんじゃあ言ってよ最初に中華以外でとか。ああ、まあそうですね、うん、でもなんかいい塩梅でなんかこうお店用意してくれるかなって思っちゃうんじゃないですか。いやこっちはいいと思ってやってるし俺は中華行きたいと思ってだからもうちょっとピンポイントで指示欲しいよね。魚系でとか。いやそしたらじゃあこれこういうのはどうって聞いてくれたら聞く、うん、聞いてくれたら。いやだって俺聞いてるやん、ご飯夜食べに行くとしたら、うん、ご飯何食べに行きたいって時に言えばいいじゃんね。いや別に胃袋は決まってないんですよ。でも何でも大丈夫だよって言うんですけど。何でも大丈夫じゃないじゃんそれと全く一緒だからね。うまくやっといて。コミュニケーションです。コミュニケーション取れてないから逆に取れてないからそこ。え私はねいつも焼肉食べたいっていうタイプなんで。じゃ言ってくれた方がいいよね。はい、楽ですよね。そう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 。あと何でも頼んでいいよっていう人怖いよね。おー焼肉行くじゃん、はい、何でも頼んでいいよって言って特上とか頼むとんっていう人。じゃあ何でもよくないじゃん。じゃあここ上までとか言ってよっていう、うん、そうですねそれでじゃあもしそうやって払ってくれる人がいるんだったら、うん、その人が一番いいやつを自分がこれってやつを頼んどいてほしいですね。でもその人がさ、うん、特上あるのに上とか頼んじゃうとさ何でもいいって言うんだよ。ですっごいの言うとんっていううんってちょっとうんってなる人たまにいる雰囲気がね、うん、そうなんですね。じゃあ何でもよくないじゃん逆にそうですね、っていうのと全く一緒よ。そうですね、うん、ご飯日常の、うん、そこにもあるとあるんだよ。だって、うん、うまくっていうのと、はい、何でもいいうまくってもう何でもいいってことじゃん。そしてお任せじゃん、うん、文句言っちゃダメだよね。そうですね、うんと怖い。うまくやっとけうまくやっといてなって言ったらもう地獄よ。そうですね、うん、お任せされてるにもかかわらず結果残さないと怒られちゃう、うん、しかも俺は言ってたって言われるから全責任背負わなきゃ。だからうまくっていう言葉は全責任背負わなきゃいけないんだよ、はい、そうですね。怖いマジ怖い、うん、言ってませんかね次、はい、
うん、よく考えろ、よく考えていけとか、うん、そこよく考えろって、はい、考えてやってな、うん、地獄っすよね。もう聞きますね。聞くやん、うん、何をっていう、大体考えてやってますと、はい、いつも、うん、ただそれがうまくいくかうまくいかないかだけじゃん、はい、うん、それなのに、うん、考えてやれって言ったやろって言われるのよ、うん、いや考えてるよって。で一番の代表例ね、うん、もう野球で言うと、はい、2アウトランナー2塁、うん、で1塁空いてるからな考えろよ、どういうことですか。もうどういうだからシチュエーションがあるか、だからフォアボール OK なっていう、うんうん、これ、はい、打たれたら地獄よ、うん、そうですね、ファースト空いてるって言ったろって言われるの、うん、じゃあ敬遠でいいやこれもうほんと地獄、はい、あのファースト空いてる時に考えろって言われるの、うん、考えんのお前やろって言ったからなんで俺やねんっていう。でもそう考えろって言うんだったら、もうそのじゃああなたが考えてる予想想像してるプランをもうそのまま言ってくださいって話ですね。そうそうそう、お前は考えてる、お前こそ考えろっていう、うん、あとあのピッチャーが良かったね、はい、相手ピッチャーが、うん、こうなってるから、あとは打席で考えて、はい、自分にの狙い球絞ってあと考えていかないと、うん、いやいやお前指示出せよっていう、考えてやってるわっていう、何も考えなしにやってねえよっていう、それがハマってないだけであって、はい、そこで考えろってさらに俺ですかみたいな、うん、あなたは見てて何も思わないんですかっていう、はい、確かにキャッチャーだったら、まあ、さらにね常に考えてますよね。めっちゃ考えてるよ、それがうまくいくかどうかの違いだけで、うん、すぐ言うの考えてやるよ、はい、うん、もうもっと考えて練習しなきゃ、うん、じゃあ教えてよ練習方法そうですねあなたは何の仕事ですかっていう。確かに、じゃあ考えてやれよも全部こう投げてるようなもんですね。いや地獄よ、うん、はい、だってよ、うん、じゃあ親がよ、はい、いやもっと考えてさ勉強やんなきゃっていやできてないんだったらその考えての考えてを何か教えてやんなきゃって。そうですね、どういうふうに勉強したらいいのかっていうところまで言ってくれたら、うん、そう参考にっていうかね、そう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 、うん、もっと考えてさ時間の使い方しなきゃとかよく言うじゃん、うん、はい、じゃあどういう風に使うか教えてよって言ってそうですね、まあ、会社とかでもありそうですよね。しかもこれの一番地獄は、はい、結果出なかったら考えてないって言われるよ、うん、そうですね本当。いやでも会社とかでもそのまだ新人とか若い子たちってなんであれああいう風になるっていう想像ができなかったのか、うん、全然そういうところまで考えられてないんじゃないかってやっぱ思っちゃうこともありますけど、うん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 、でもそれはそれで自分が新人時とかってこう、まあ、必死じゃないですか、うんうんうん、必死に考えてやってるけどそこまでまあ至らないこととかはあるんですけどね、うんうん、でもそうやって考えてやれよっていう上司とかはね、うん、いると思いますね。だからもっと言ったらよ、うん、そのじゃあ一塁の時とするならよ、はい、ファースト空いてるから考えろよと、うん、もうここはストライクゾーンいらないから全部ボールに投げさせろと、で振ってきたらラッキー、振ってこなかったらフォアボールでいいからな、うん、考えてやらせるよ、やりやすいよね。そうですね、うん、そこまで指示してくれたら分かりやすいし、そうそう、で逆にその、ね、相手ピッチャー調子いいと、うん、ちょっともうカウント取り明らかにこの球多いから、うん、これを山張ってそれ仕留めていこうと、うん、あとは追い込まれたらこうなってくるから、あとはもう任せるから、こうどっちかに来るから自分の中はどっちかっていうのを考えて、うん、どっちが自分に対して来るかのこの二者択一を打席の中で考えてどっちか張っていこう、うん、外れたらそれで仕方ないから、うん、だったらいいよね。そうですね、そんなこと絶対言ってくれない、考えろって言ったら地獄。じゃあもう会社とかの上司もこういうことがあったらこういうことも起こり得るから、こういう時はこれで対処してっていうのも、まあ、教えてあげる。そこまで言わなきゃね、うん、でこうなったらこうなるから、これはもう最後はお前の判断やと、はい、でどっちに転んでもいいから、そこはもう最後はお前が考えろよか、うん、もう託すわけや、うん、そうです、最後はお前の考えに任せるって、はい、任せてないのよ、はい、考えてやれ、出てきなかったら考えてないって、うん、考えてます人いないっていう、はい、たまにいるけどね、うん、います、うん、あの勢いだけでやってる人、あ、まあ、身体能力だけで動いてる、うん、だそこは考えろって言ってもそれどういうふうに考えろを教えてやらなきゃいけないじゃん、うん、だからそこだよね、考えろで終わっちゃダメだよね。そうですね、うん、で続いて、はい、最後、はい、必死さが足りない、一生懸命さがない、地獄です。必死です、常に必死と一生懸命です、言われへん。そうですよね、いやあるあるある、必死さが見えませんね。で中継の解説とかでも聞きますよ、その言葉聞くでしょ、はい、必死さが足りませんね、うん、一生懸命さが出てません、ね、はいはい、それは喜怒哀楽を出さない人です。ああとよ、はい、ヘッドスライディングすると必死とか言うやん、はい、そこを判断、
よく中継見ててもヘッドスライン、うわー、すごい懸命さが伝わってきますねとか、必死ですねみたいな、うん、駆け抜けも必死よセーフだろうと思って確かに表情豊かな人と、うん、もうポーカーフェイスの人とで、ね、ちょっと似合いが違うかもしれないですね。で、喜怒哀楽出しすぎたらさ、うん、出しすぎって言われるやん。どっちどっちどっちが正解いい塩梅いい塩梅ないやん。そうですね、だって人の主観で決まるの、うん、必死さが足りひんって言われるのも必要。おい、お前もっと必死さだな、うん、必死さが足りひんねん、はい、まあ最悪よ、うん、第三者が言う分にはまあいいね、はい、俺はまあまだいいと思うの、はい、身内が言っちゃダメやと思うと、うんうん、身内だと必死さが足りひんねん、もっとこういうとこやろ、こうこうこうでこうこうこうでって言わなきゃいけないよね、はい、でもそれが必死ですかって思っちゃうけど俺はいや、特にプロ野球選手なんて常に必死ですよね。いや、常に必死と一生懸命よ、うんうん、それはね、はい、何かの理由があってそこを手抜くわけよ、うん、逆にね、はい、もう大差だな、疲れちゃうから明日のためにとかね、うん、やっぱでもあるけど、そんな全部一生懸命したら体力も持たないじゃん、はい、それオンオフあるじゃん、うん、必死さがーって言うけど、うん、必死さって何ですかっていう、うん、そうですね、結果です。だって結果出してる人にさ、うん、お前は一生懸命さが全くない、ホームラン王やけどお前必死さ足りへんぞって言わへんやん。言わないです、はい、大体、うん、結果出てないやつだけにしか言われないじゃん、はい、でも結果出てないやつも必死よね。必死、うん、逆に言うとよ、うん、結果出てないやつの方が必死、うん、そうですよねあの結果出てる人とかレギュラークラスは、うん、結構ニュートラルでやるから、はい、まあ、慣れっていうのもあるしね、こう感覚が分かってくるから、まだ居場所ない人の方が必死じゃん、うん、だからさ、アナウンサーさんでもさ、はい、じゃあ帯番組やったりとかレギュラー番組やったりとか、はい、タイ番組行ってそれレギュラーだったら、うん、一生懸命はやるよ、はい、でも別にそんな必死じゃないよね。だって流れが分かるじゃんね、抜くところは抜くし、うん、やるところは分かるしやるしみたいな、このオンオフ入れながら、うん、ちゃんと仕事として遂行するようにやっていくから、まあそこまで最初に比べて気づかれもないし、はい、こう流れでできるじゃんね。でも最初はよ、余計なこと前段取り踏んでよ、はい、あれもしなきゃこれもしなきゃ常に気入れてみたいな。いや、もう新人の頃私も本当に同じようなことあって、うん、すっごい頑張って人読みしてるのに毎日ニュース噛んじゃう時期があったんですよ、うんうんうん、で、まあ、噛むから噛むからと思ってめちゃくちゃ必死に練習するんですけど、またド緊張して空回りして噛んじゃうんですよ、うんうん、そうしたら、まだ本当に真剣に練習してるかって言われるんですよ真剣にやってて空回りするんですよっていう、もうこれですよ。そうだからさ、はい、必死さとか一生懸命やればもう禁止よ、はい、本当ですね。言うとしたら、うん、必死すぎると、おい、お前必死すぎるぞ、もうちょっと楽に楽に、あ、それいいかもしれない、ね、一生懸命すぎるよ、うん、ね、気持ちは伝わってくるけど、はい、それが逆にうまく回ってないから、うん、もうちょっと楽にいこうよ、必死すぎる、エンジョイエンジョイ、ね、ミスは誰もすんねんからあんまり気入れるな、逆にミスするぞ、だね。その時そう言われてたら、ね、スッて抜けるかもしれないです。だからうまくやれとかもないよ、こうやってこうやってやったら、うん、こうやってやってこうやってやることがうまく使い方だから、うん、こうやってやっといてなとかね、はい、そうですね、上の人も考えなきゃダメ、もっとかん、うん、大体お前らが考えてねえんだよ全部うまくもできてねえし考えてもねえし必死でもねえよ悪投げしてますもんね逆にこっちの方がうまくやろうとしてるし、お前頑張ってるし必死だよお前そうですね、めっちゃ考えてるし、うん、ねえ、はい、上司の人頼むよそうですね、じゃあ